CP プラス見に来てね。例えば、次は大崎です。はい、どうもうずです。今回もちょっと横浜の方ですねから始めてます。なんだこれ、 1000X があるから声がこもって聞こえる。今横浜の桜木町駅で降りましたので、ここから CP プラスの会場まで歩いていきたいと思います。そんなとこなかったよね、確かね。あとは CP プラスの会場行って去年と同じようにやっていきたいと思います。悪くないね横浜、やっぱり。今日はちょこちょこちょっと GoPro の映像を挟んでいこうかなとは思っております。ただ GoPro の方ね、マイクの性能がねちょっと良くないんで、やっぱりメインは 70D で行きたいと思います。すごいね、結構こっち側人がね動いてるね、いっぱい行くね。横浜やっぱ人多いね。今回も CP プラス来たんですけれども、今回はソニーが右ブースじゃなくて、オリンパスは左で変わらないんですけど、右側がエプソンになってますね。ソニーどこ行った？でも待ってよ、ちょっと入り口のオリンパス見ておきましょう。オリンパス EM1 Mark II、 1回ね買おうかなと思ってたカメラなので。マンフロットがやっぱり入り口そばだね。ちょっとしょっぱなからなんですけど、パナソニック行ってみましょう。パナソニック、GH のシリーズが並んでいる。どうなんだろう、 GH5 は体験できるんでしょうって簡単に設定できるんでしょうか。はい、こちらのダイヤルを 6K に合わせて、はい、デフォルトでは 6K フォトになりまして、1800万画素の秒速3次元なんですね。で、メニューに入っていただくと、はい、6K ちょっと試してみます。これすごい、ここを下を触ると一覧、撮った一覧がね下にちゃんと出てくる。スマホみたいな。あれどうですか、EVF って暗がりになるとやっぱりちょっとなんか反応が遅くなるっていうのを懸念される方が多いんですけど、はい、その部分は結構改善されてきてますか。まあ、その徐々にはです、改善されてるかと思いますけども、光学式ファインダーが暗くて見えなくなるのと同じでして、結局その構造上遅れてくるのは明るさを取るためにフレームレートが遅くなってます。細めの中でしょうがないとかありますよ。はい、なので水っぽちゃんはダメ。ちょっと霧冷めてもらったら問題ないです。はい、これは何の比較をされてるんですか。こちらですね、ボディ IS、はい、と、まあ、それとプラス OIS、はい、交換レンズ側の手ぶら補正を組み合わせたデュアル IS と呼んでおりますが、はい、まあ、それとの比較をしております。これがそれぞれ映しているモニターですよね。そうです。右側がボディ IS の、はい、左側が、両方組み合わせたデュアル IS となっています。だいぶ効果違いますね、やっぱり。そうですね。でシャッタースピードは2分の1で、焦点距離が140mm、実
焦点距離で280ミリのデモになります。ボディもでも砲の時に比べると結構カクカクした感じでこうギュッてなった感じですよね。砲がなんかもうちょっと丸みがあった気がするので。そうですね、ちょうどあの GH1 から5世代のこちらに展示しております。あ、はい、あそれで見ればより分かりやすいです。分かりやすい、ありがとうございます。やっぱりいいね GH5 ね。あの試しでタッチ&トライ試してもすごく好感触だし、今後の YouTube 動画撮影機としてやっぱり GH5 は本命ですわね。うん、歴代の GH シリーズが並んでるね。この GH1 から始まってますからね。 GH1 もうすでに懐かしいカメラになりますね。で GH2 で、一気に動画の性能が飛躍した GH3撮影しようと思いまして、じゃあちょっとパナソニックのブースの後で今回はすぐ次キヤノン行きます。キヤノン、今回見たいのは M6 と 9歳以下 M6。 あのキャノンさんの方がネットで公開できる説明員の方がちょっといないそうで、ちょっと今回キャノン その様子ムービーに関してのトークはいただけない形になっちゃいましたね。ちょっとタイミングをずらしていったらいるかな。今のところちょっといないということで厳しいな。じゃあちょっとキャノンがダメだったところでソニー行ってみましょう。ソニーよろしくお願いいたします。ではまずはじめにですね、オリジナルがどんな会社かということについて簡単にご紹介させていただきます。やばい、DJI やってる。ドローンの生産販売を行っているドローンメーカーになります。最近ちょっとハマってるドローンをそばでやっていたので、ソニーブースのそばでやってたので話聞いていきましょう。世界各地に17の拠点を設けており、グローバルに活動を展開。で日本は東京のシリーズ、また CP プラス見に来てねだけでいいんで、はい、公認シリーズの2つがございます。ドローンとか一緒に、あ、ドローンついます。では本プレゼンテーションでは、これすいません、よかったら、あ、
マビックプロ使わせていただいてるんですよ。こちらのちょうど、はい、今こちらの画面に映しておりますのは、じゃあ、じゃあせーのでいきます、ね、じゃあせーの、CD プラス見に来てね。わかります。はい、で今回はあの DJI のブースの方で、あのマビックプロ私使ってるのを見てくださってる方よく知ってると思うんですけど、ちょっとファントムの違いとか、あのメーカーの方にお伺いしたいと思います。すいません、お願いします。はい、こんにちは。まあ、マビックプロの最大の特徴は、まあ、この折りたたみ型です。このように折りたたんで、まあ、やっていただくだけで飛ばすことができます。持ち運びがすごく便利です。ファントムとの大きな違いっていうのは、今回のファントム4プロになりますけども、あのカメラがちょっと異なってます。2000万画素、1インチのセンター、まあ、そういったものがついているっていう、そのオールインワン型のものに対して、まあ、こちら1200万画素の、まあ、4K30fps 対応ということで、まあ、あのカメラのクオリティはこちらの方が抜群に高いです。で加えてセンサーなんですけど、ここの下側についている音波センサーと、光学センサー、まあ、こちらはこのファントムにも同様についてます。でセンサー的には感度はすごく良くて両方ともいいんですけども、マビックには前だけ、ファントム4プロに関してはこことこちら、まあ、両方に前後にもついてます。加えて側面にもついてますので、水平の360度を機体をサポートする、そういったのが、まあ、これの一番特徴です。安全性とかそういうので見ると、やっぱりファントム4のプロの方が結構安心できる。そうですね、風の抵抗とかで考えると技術的には同じぐらいの風速でも耐えれるんですけど、やっぱり機体は軽いので結構ブレます。でカメラはブレないんですけど、やっぱりその見た目的な不安とかってなるんであれば、こちらをお使いいただいた方がパワーがやっぱり違います。でバッテリーの容量も5870mAh に対して、こっちがですね3830なんで、まあ、大きさももちろん違いますけども、あの、まあ、パワーも全然違います。もちろんお値段も違います、はい、なので、まあ、ちょっとより遠くに飛ばしたりとか、まあ、あの長時間飛ばしたいっていうお方の方には、まあ、こちらの方が完全おすすめかなと。ただ例えば簡単な山でちょっと登ってすぐその場所でカシャッと撮りたいとかってなった時に、山歩きでこういうの持っていくのがすごい大変なんで、だったらこれを折りたたんでポッケに入れてダーッと登ってってそこで撮るっていう、そのアクティブな感じでしたら、こちらの方が断然お買い得になって。使い分けですね、これも。そうですね、あの結構あのカメラのやってらっしゃる方に、封鎖される方によく言われるのは、ロケ班用と本番用って言われます。もうロケでバッと行っちゃって、これで撮ってみて、あこれいけるなと、なったら初めてこの機材を上に持ってってちゃんと撮るっていう方は結構最近増えてらっしゃいます。じゃあどうもすいません、あの詳しくよく分かりましたので、ちょっと上のボリュームが大きいので声が大変かもしれないんですけど、分かりましたよく、はい、この後あの CP プラス来られる方も多いと思うんですけど、 DJI のブース非常にこう見やすくやってますので、ぜひ訪れてみてください。ありがとうございます。撮ってみて分かったんですけど、連射の方ですね、あの静音の高速連射と通常の高速連射があって、静音だと本当に音が出ないので、すごく使いどころがあるかもしれない。で胴体を撮るときはモードの方を最速じゃなくて、あの連射の L というモードにしとくと、胴体を追いながらの高速連射ができるということらしいです。ちょっと連射モードも使い分けが必要ですね。ユーチューバーさんですか？ユーチューバーです。ユーチューバー。はい。それでカメラをちょっと多く使います。じゃあ、今回はちょっとパナソニックのブースの方で GH5 の方、ちょっとメーカーの方からお話聞きたいと思いますので、ちょっとお願いしたいと思います。はい。商品化を担当しております高山と言います。GH5 を紹介させていただきます。日本でいきますと1月の25日にですね、正式に発表させていただきました GH4 の後継機種になります。で、
まあもうすでにいろいろな媒体で取り扱っていただいているこの GH5 ですけれども、なんといっても最大の特徴はやはり動画の機能の、圧倒的な進化になるかと思います。大きく2つ世界初を持っておりまして、1つはカメラ内で、ミラーレスで初になりますけれども 4K60p の動画記録、これができるということ。それから2つ目ですけれども、カメラ内で O22.10bit の 4K30p、まあ、この記録ができる。まさにカラーグレーディング工程なんかも、意識させていただいて、この GH5 の方を開発させていただいております。でもちろんそれだけではなくてですね、この GH の H、 つまりハイブリッドという、側面も含めてですね、この静止画性能、ここもですね圧倒的に進化をさせていただいております。イメージセンサーと画像処理エンジン、これを一新いたしまして、ルミックス最高峰画質を実現するとともに、オートフォーカスは空間認識技術を活用しまして、動体追従というものが圧倒的に GH4 より進化しております。そしてまたボディ内手ブラ補正も、搭載しております。これは冒頭申し上げた動画の方でもしっかり有効に使っていただける、まあ、性能となっておりますので、まあ、従来よりもスローシャッター、それからフレーミングよくですね、動画の方も静止画の方も撮影いただけるのではないかと思います。そして最後なんですが、高速連写性能も、圧倒的に進化をしております。このカメラは約18メガで秒30個まで高速連写をする 6K フォトという機能を入れております。こちらもですね、決定的瞬間を A1 サイズの引き伸ばしなんかで使いたいお客様に向けてですね、開発させていただきましたので、いろんな用途、静止画の用途、動画の用途でこの GH5 をしっかり使っていただけたらなと思っている次第です。GH5 の方よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。分かりやすい説明でした。ありがとうございます。なぜかエプソンのブースにマビック飾ってある。うちにあるマビックもこう飾ってみてもいいんかもね、壁にね、壁掛けか。今年もちょっとマンフロットさんのブースの方でおすすめの商品をアピールしていただけることになったので、ちょっとお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回のおすすめの商品なんですけど、3月に発売するこのツイストグリップになります。ポッケにも簡単に入り、取り出して何ができるかというと、ここをちょっと簡単に回していただけるとスマホが付けられます。このように、簡単に付きで、このノブを回していただければもうしっかり固定され、三脚につけていただき、簡単に撮影が可能というものです。まあ今までこのプラスチックのがあったんですけど、これの、まあ簡単に言うと後継機種になります。こっちがバネでしたが、しっかりしたノブでアルミ製で、イタリア製になりますので、だいぶしっかりした素材で、こういうとスマートフォンの、写真を撮りでもこだわりたいという方には、おすすめの一品になると思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。このアイテムちょっと今初めて見たんですけど、ちょっとかっこいいですね。ちょっと触ってもらっていいですか。はい、すごいなんかおしゃれな感じで、素材感もなんかすごいしっかりしてていい感じです。さすがイタリア製なんですか。そうですね、素晴らしいですね。はい、これちょっと気になる方はチェックしてみてください。ありがとうございます。今日はね、去年より多く視聴者の方に会えるね、なんだろう、 5人ぐらい、今のとこ1時間滞在して5人ぐらいの方に声かけていただきました。去年はね、1人だけだったんですよね。なんかいつもコメントくださる方がお話、声かけてくれたんで嬉しいですね。はい、ではソニーの方で私が興味があった α992 なんですけど、ちょっとメーカーの方からお話いただけるということなので、ちょっと軽く聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 α992 はですね、はい、42メガという非常に高解像、画素数が6のフレームだったら、12コマの高速連写に対応しているところが非常に特徴的です。はい、またですね、42メガですか、あとオートフォーカス性能も非常に、優れておりまして、専用位操作 AF、まあ、一眼レフ等にご覧になる AF センサーですけど、それとは別にですね、イメージセンサー上の増眠操作 AF、まあ、両方のですね、はい、AF のそれぞれ異なる特徴を持つ AF のシステムを併用することで、非常に動体撮影にですね、強い特徴になっております。
さっき試させてもらったらすごいバスケ動いてるからすごいビシビシ合ってくれました。あ、すごい、はい、音がすごいと思いました。そうですね、アルファ99前の世代ですとどうしてもフルサイズで価格が広い分専用操作エムだけではどうしてもカバーする範囲がですね、はい、狭くなってしまうんですけども、今回はセンサー上のウェブエリアを使ってますので、もカバー範囲が広いのと、カバー範囲が広いだけではなくてしっかりその追従性があるところが、モニターのこのチルトがこうかなり可動が多いのがいいですよね。グニグニも動いてくれて、はい、この三軸チルトによってですね、まあ、自分取りといった使い方までもありますし、本当ローアングルから早めさまざまな使い方ができます。もう YouTube やってる人だとこれがぐるっと自分向いてくれるかどうかが大きなポイントになるので、それがこのフラグシップ機でついてるっていうのはすごい嬉しく思います。特にこの動態撮影される方におすすめなんですけども、42メガでですね、まあ、フルサイズでどうしても望遠域が少し足りないという時にですね、 ATC フォーマットもですねクロップしていただくことがあると思います。そうすると 1.5 倍の焦点になりますが、その場合でもですね、18メガ20メガ近くのですね画素を誇りますので十分ですね。十分、そうなんですよ。十分作品として成立する画素なんですよ。ですので、お持ちのレンズで動態撮影されてもう一歩という時にデジタルズームなどせずもですね、ATC フォーマットにはロックして、それで18メガの十分画像作品を頼る作品ができるというところも大事なポイントです。なんか使いようによってすごい使い勝手が使い分けができますね。 APS-C と今までフルサイズの一眼レフと言いますと、どうしてもまあ、すごいフラグシップ機があるとして、どうしても静止を使うといいますか、動きの動態写真はですね APS-C フォーマットのモデルを併用される方もいると聞いておりますけども、このカメラの場合はフルサイズで高解像4時高解像撮影もしていることながら、 APS-C にクロップいただくことでより AF のカバー範囲が広くなります。かつ画素数も十分作品コードになるので、まあ、一つで二度押しというか、はい、二つの異なった使い方も、はい、思います。ありがとうございます。はい、すごい。で、最後までです。で、こちらの方、先ほどバスケを今ここでやってるんですけど、そちら私自身も撮ってみたんですが、連写でファインダーもすごい見やすくて、やっぱりフルサイズ機の優位性ってここにあるのかなっていう感じを受けました。だから興味ある方はぜひこの α992、まあ、他のカメラもすごいいいものいっぱい置いてありますので、ソニーブースの方ちょっと訪れて試してみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。やばい、今年もニコンブースが最後になっちゃった。忘れてた。ちょっと後ろに揉めなさいスタッフが出てきてしまったので、次にちょっともうちょっと前に行ってどうする。桜をスタビアバンスの形で撮っていますが、ワコム出店してた。ワコムカメラとかフォトグラファーの人もワコムペンタブ使うもんね。それはあるよね。選ぶだけではなくて、ホワイトバランスと露出補正です。結構ホワイトバランスも、普通に付いていくので、それは普通に1ヶ月後に GR2、 様々な製品で撮影した魅力的な作品をご堪能いただけます。続いて当シータコーナー、シータコーナーでは一度のシャッターで360度の全天球映像を撮影、ということで今回 CP プラス2017、一通りまたインタビュー形式で一通りまたお話も聞けたんですけど、ちょっとやっぱり回りきらなかったね。ニコンもちょっとね待ち時間長かったり、富士フィルムも待ちがほっといたら50分ってなっててちょっと寄れなかった。でも一番見たかったパナソニックはよく見れたし、キヤノンのね M6 も試せたので良かったかなと思います。以上2017年の CP プラスでした。